ました。まず早速だったんですけど、なんかこのソーセージが入ってる美味しいやつ買いました。なんか昔からこの食べ物めっちゃ好きで毎回買ってます。今インディージョーンズを並んでます。はい、なんかこんな感じで自撮りばっかりしてるんですけど、あのどこもかしこも本当にクリスマス感満載で、これも今ショー待ちの時でちょっと人多いんですけど、ショーもねクリスマス満載でめっちゃ可愛かったです。こちらの船に乗りました。名前はちょっと分かりませんが、もうこんな感じでいい感じに夕日が落ちてくるような時間に乗れたので、すごいロマンチックで、なんかあの地上にいる時とはまた違う雰囲気を楽しむことができました。夜になってしまいました。ちょっとねこのぐらいのタイミングから寂しい気持ちになってきちゃうんですけど、今から家に帰ります。さようならディズニーシこんな感じでケーブルカーに乗って頂上に行ったんですけど、なんか正直このケーブルカーに乗ってる時の景色が一番綺麗だったなっていう感じでした。そしてあの頂上に着いたんですけれども、まさかの頂上からの景色の動画を撮らずに団子を食べているだけという、本当にごめんなさい、すいませんっていう感じで、あの冬の Vlog は終わろうと思います。